ナブリンの熱々夫婦。この番組は家族、友人、恋人、ご近所、人と人とのつながりや絆をテーマに、日曜日の朝、あなたの心をほっと温めたい、そんな思いをテーマにした癒し系番組です。おはようございます、原田信郎です。おはようございます、遠藤信子です。お便りをいただいてます。岸和田市のラジオネームおかっぱばあさんからいただきました。ありがとうございます。インフルエンザが学校で流行っているようですね。あーね、備えてね。我が家は通学路に当たっていて、毎日定時になると、決まった時間ね、はい、定時になるとランドセルを背負った小学生が7人、中学生が3人通過していきます。それから同じ時間に、そうね、こうね、洗濯物を干しに外に出るので、はい、いつからか人数確認している私がいました。先週小学生が4人いません。風邪をひいたのかなと思わず声をかけました、すると、インフルエンザやねん、学級閉鎖で休みなだけと教えてくれました。で、2日後全員集合、いつもと同じ朝の風景が戻りました。ああ、いや、それからね、岸和田の方でしょ、はい、まあ、これまたもういい町やん。あ、人情、人情があってね、だんじりでしょ。あ、 そうですね、そしたらもうだんじりって大人も子供も一緒になるやんか。だから子供と大人がものすごくうまくコミュニケーションが取れてる街なんよね。なるほど、僕も取材で行ったことありますけどね。ここに町名まで書いてありますけど、言いませんけども、ここや。あ、そうですか。そんなとこよ、団地の街。そんなとこや、おかっぱばあさん。だからもうみんなが声かけ合う。いや、これ大事ですよね、本当に。どうした、あの子どうしたんとかって言ったら、もうね、近所のおばちゃんがよう知ってはんねんね。あ、いや、そうなの、いや、ちょっと風邪ひいてんで、あらららら、とかみたいな感じでね、そういうお話がね、いつもできるという。素晴らしい。そういう、どこもね、そういう街になったらいいんですけどね。そうですね、隣に誰が住んでるかわからんというね。そうですね、そういうところもありますからね。いい光景、いいお話でしたね、はい、ありがとうございました。みんな揃ってよかったですね。さあ、皆さんからいろんなメッセージをお待ちしています。日曜日の朝、あなたの心をほっと温めるのぶりんの熱々夫婦、最後までお付き合いください。この番組はバリューネットワーク、生豆腐の藤田食品の提供でお送りします。ノブリンの熱々夫婦、 AM1179 FM906 MBS ラジオからお送りしています。私のうふふ。皆さんの周りで起こった喜怒哀楽、聞くと思わずうふふと笑ってしまうような、いろんなお便りをご紹介します。そして番組で紹介したメッセージは、うふうふふうふのうふふポイントで評価します。今週最もたくさんのうふふを獲得したお便りには、のぶりんの書特製ストラップをプレゼントいたします。はい、それではまず最初のうふふいきましょう。はい、宝塚市のラジオネーム、のぶりんとゴルフしたいおっさんからいただきました。ありがとうございます。ゴルフね、ちょっと今寒いけどね。いつも楽しく拝聴しております。ありがとうございます。先日の放送で、パソコンの文字変換がうまくできないお話がありました。はいはい、ね、ありましたね。私にもうふふなことがありました、はあ、仕事は設備業をしております、うん、とある設備の書類を作成する際、はい、空気中の湿気を除去する装置を表すために、
除湿機ほうほうほうと入力して、うん、ひらがなでね、うん、除湿機、はい、と入力して、うん、まあ、漢字でね、除湿機と変換したかったのですが、はい、何度も、うん、除湿機となることがありましたパソコンに向かいながら除湿機の設備だと楽しいやろなうふふとニヤニヤしていましたなるほど。あの除湿機ね、あの除くに湿気、そうね、機械っていうのを女子が女の子がついてきてくれるという女子付きそれがついてるというこれは男としては嬉しいですよね。ワクワクする機会ですね。これ変換したらワクワクになったんですね。うん、面白い。いや、そんなありますよね。女子付きが、いや女子付きはない。女子付きの機会はまあないでしょうけど、はい、そういうのなんか探したらいっぱいあるある出てきそうですね。ああ、このね、文字変換ね、うん。ね、もうその関西弁が前はね、変換できなかったんですけど、ああ、勝手になんかパソコンが妄想してくれて、そうやね。伝わっちゃったんじゃないんですか、自分の気持ちが。面白いですね。こういうのが出てくると、あの、うん、仕事も楽しくなってきますよね。うん、ですよね。女子付きか。どんな女の子やろ。いやー、可愛い女の子やなーとかね、自分です ね, ね。妄想してね。妄想してね。うん、いやー、もう良かったですね。でもちゃんと、女子付きね。そう、仕事しっかりしてくださいね。してくださいね。はい。はい、じゃあ行きましょう。このお便りのほのぼの度合いは。うひひひひ。おほほほ。いやっものすごいいいですね。信郎さんもそんな嬉しいですね。はい、嬉しいです ね。はい。じゃあ、こちらも。そういうことがありませんからね。変換してみてください。なんか。じゃあ、こちらもご紹介しましょう。こちらは大阪狭山市にお住まいのラジオネーム、タイメシと団子さんからいただきました。女性の方です。はい。大学時代に夜道を自転車で走っていたら、うん、大きな溝に落ちて、尾底骨を骨折してしまいました。あらあら。その際痛すぎて思わず父に電話をかけました、うん、大丈夫か、怪我はないかという言葉を一番に言ってくれるともちろん思っていました、うん、するとそういえば俺も20代の時に自転車でこけて尾底骨折ったなぁ、懐かしいなぁ、さすが親子じゃのう仲間と言われ気が抜けて一瞬痛みが吹っ飛び笑い合った記憶があります。父はもう他界してしまいましたが、うん、そのことを思い出すとうふふとなります。いただきました。そう、お父さんも同じようなことしてたよね同じことをね。こういうのは親子やからあるかもわからないね。ありますか。また同じことを繰り返すというかね。また自分の子供が尾底骨気をつけなきませんね。親子やな。珍しい。同じ尾底骨骨折が親子って珍しいですね。そうかな。あ、そうでもないですか。意外とあるんちゃう。意外とあるのか。うん、はあ、何ですか。いやでもこれ痛いよね。痛いでしょう、そんなの自転車で。うん、うわ、でもお父さん大丈夫かって言わずに、うん、同じわと思ったんです。そうかな。いや、子供の頃とかね、よくありますけど、僕も乳母車からね、おばあちゃんが坂道のところに。はい。あの、上車がこう傾いてるところのままで、はい、近所のおばちゃんと話し込んでしまって、坂道をダーって上車が、ドーンって僕が、あの、落ちたらしいんだけど。危ない。その傷が、あ、これや、って、おばあちゃんが、あんたな、この眉毛のところにこう傷あるやろ。これな、うん、おばあちゃんが やったんやんか。そんなことをおばあちゃんが教えてくれた。明るいおばあちゃんでね。ごめんな、言うて。ほんまにここに傷がある。危ない。あ、そうですか、うん。いいおばあちゃんって言っていいかとか。ビテコスじゃなかったですけどね。そうですね、うん。いやー、面白い。じゃあ行きましょう。このお便りのほのぼの度合いは。ふふふ。痛い。痛たたたたたって言ってしまうな、これ。言ってきてしまいますね。まあでもお父さんの思い出でね、そういうのが浮かんだということでね。ね。
さあ今週の夫婦大賞なんですが、うん、いやもうどっちも笑わせていただいたんですけど、どうしましょう。やっぱりあれですかね、お父さんの亡くなった子の思い出をね、ちょっと笑い話で送ってくださいましたから、はい、鯛めしと団子さんに差し上げてよろしいでしょうか。はい、はい、おめでとうございます。お父さんも天国で笑ってくださってるんじゃないでしょうかね。皆さんからも夫婦なエピソードお待ちしています。以上、私の夫婦でした。ノブリンの熱々夫婦、番組では私の夫婦エピソードを募集中。あなたの周りで起こった喜怒哀楽、聞くと思わずうふっと笑ってしまうようなエピソードを番組までお送りください。メールは fufu@mbs1179.com fufu@mbs1179.com まで。豪華プレゼント盛りだくさんですよ。皆さんのお便りお待ちしています。思い出夫婦、あの日あの時あの音楽、このコーナーでは皆さんからいただいた人生の思い出にまつわる曲のリクエストをご紹介します。本日のリクエストのお便りはこちらです。岡山市にお住まいの白いマフラーさん、女性の方からいただきました。もう30数年前になるでしょうか、今は亡き主人と出会って間もない頃、喫茶店でコーヒーを飲みながら何を話すでもなく窓の外の景色をぼーっと見ている時に流れていたこの曲、今となっては主人との一番の思い出の曲になっています。空の上でも聞いてますか。ではお届けしましょう。スティービーワンダー I just call to say I love you。No New Year's Day to celebrate. No chocolate covered candy hearts to give away. No first of spring. No song to sing. In fact.喫茶店でね、コーヒーを飲みながら、窓の外の景色をね、はい、ぼーっと見ているっていうね、はい、別に話をしなくてもすごく幸せな、あ、そういう時やったんでしょうね。そうですよね、その空気感がなんか伝わってくるみたいなね、思い出の曲お届けいたしました。もうずっと I love you ですよ。いや本当、ね、ずっとね、そうですよね、空の上のお父さん、うん、いや、ね、素敵ですよね。聞いてくださってるんじゃないでしょうかね。さあこの曲はスティービーワンダーの1984年昭和59年の曲ということなんですが、はい、さあここでクイズいってみましょう。よし、今年最後のクイズでございますから。ほんまや、はい、この年ハンバーガーチェーン店マクドナルドの創業者、うん、レイクロックさんが亡くなりました。はあ、そこで今日はマクドナルドに関する問題です。
レイクロックさんな、会ったことないからな難しそうやな。マクドナルドさんやと思ってます。レイクロックさんが創業者なんですね。そうなんや ね、 そうですね。で、実はマクドナルドでは、うん、子ども向けのサービスとしてとあることができるんです。それは一体何ができるんでしょうか。できる子ども向けのサービス、なんかしてくれるんですって。頼んで、まあ、全部の店舗じゃないんですよ、一部の店舗なんですけどね。はい、何してくれるんでしょうか。何してくれるの。はい、子どもたちがなんか集まってね、集まって集まりたいですね、あのマクドナルドの、 ヒントは、ヒントは、うん、誰でも年に1回あるな、年に1回あること。そうですね。お年玉をプレゼントしてくれる。お年玉に行きましたか。お年玉子供に頼んだらプレゼントしてくれる。子供に頼む、違う、子供にや、子供が頼んだらね、お年玉、うん、くれません。くれませんか。お年玉申し訳ないです。ハッピーセットはあげますけど、お年玉はあげません。何でしょうか。何でしょう。のぶろうさんやったら10月に、まあ、やろうと思う。わかった。誕生日、誕生日、誕生日プレゼント。違う、誕生日会。はい、正解。そんなんできるんですね。今も、今もだから、一部の全部じゃないそうなんですけど、うん、一部の店舗で受付をされてて、うん、来店されて予約されるか、お電話でお問い合わせいただくとやってくれる。誕生日会やってくれはんのところもあるそうですね。すごい、 いいよね。いいですね。なんかそこでマクドナルドとポテトとね、うん、大好きですもん、ジュース飲んでね、うん、マクドナルド の、 あの僕ハンバーガーがね、食べんの下手やね。下手なんですか。ブザーってなるんですか。じゃあ、 あれ全部かじれる一遍に。あ、分かった。信郎さん一番高いビッグマックを買ってるからですか。じゃあ、どんなのがあんの、そのペッタンコのやつとか。あ、そういうのありますよ。あります。あれね、顎外れるようになるねんか。すごい大きなやつ食べてるんですね。であれ押すんですよね。でもなんか多分ハンバーガーって、あ、ギュッとね、よくなんか押すって言うけど、押したらパンペちゃん来ないもんね。パンペちゃん来なんてもいいんやって。あ、いいんですね。言うけどね、下手くそやね、うん、あれ。もう口の周りにもケチャップとかね、からし、何かね、マスタードビャーってね、ビャーだよね、もうジャーなっても、うん、いや、まあね、可愛いですね。じゃあ、野村さんも誕生日会やったらどうですか、この幕に。っていうことで。もういいの。ね、いいですよね、うん。楽しいですよね。このコーナーでは、皆さんからのあの日、あの時に聞いた人生の思い出にまつわる曲のリクエストお待ちしています。今回リクエストをご紹介させていただいたラジオネーム白いマフラーさんにはこちらです。お肉の雅屋からプロが厳選した7000円相当の焼肉用のお肉とオリジナルブランドの焼肉のタレ雅をセットにして差し上げます。焼肉のタレ雅は多数の店舗で販売していますが、店頭に並べてもすぐに品薄状態になるという大人気商品です。美味しさのあまりご家族全員が笑顔になることを。んー、皆さんで誕生日会ができますね。お肉でやりたいですね。ねえ。以上、思い出夫婦でした。ノブリンの熱々夫婦 AM 一一七九 FM 九マル六 MBS ラジオからお送りしています。続いてはこのコーナー。聞き逃さんで。おはようございます。 MBS ラジオのしゃかりきプレゼンター、ビッグムーン大月こと大月イサムです。のぶろうさん、遠藤さん、今日もどうぞよろしくお願いいたします。お願いします。今日はですね、ちょっといつもと趣向を変えまして、うん、まあ、あの、いよいよですね、うん、なんと来年3月にオープンいたします、うん、こちらのご紹介です。2024年3月、JR 大阪駅前にいよいよオープンいたします新劇場、スカイシアター MBS のご紹介です。イエーイ。はいはい。も
もういよいよでございます。いよいよ。いよいよで言うと、明日からですね、2024年でございます。明日から。そうなんですよ。新しい年が始まるわけでございますが、そんな2024年の3月に、JR 大阪駅前、あのね、旧大阪中央郵便局がございました。はいはいはい、あのところに、でっかいビルが建ちまして、そこに MBS グループの新劇場、その名もスカイシアター MBS がオープンするんです。MBS が、そうなんですよ。いや、ありがとうございます。シアター、はい。そこで今日はですね、そのスカイシアター MBS の支配人にスタジオに来てもらいました。はい。MBS の村田はじめでございます。よろしくお願いします。スカイシアター MBS 支配人村田はじめです、はい。よろしくお願いします。我々はいつも村源、はい。村源さんとか呼んでるんです。村田はじめの字が元日の。元日。元気の元。元気の元ね。はい。だから村源さん。よろしくお願いします。はい、まあ、村源さん長年数々のテレビ番組、の制作にも携わってまして、あと事業部ではですね、まあ、いろんなイベントや劇場公演にも携わってきた人物でございます。実はでもその村源さん演劇、はい、お芝居のオタクとしてですね、もう我々の中ではもう有名なんですよ。でついに新劇場がオープンするとあって、はい、支配人にすごい、おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。だから、支配人でございます。支配するんです。はい、支配所。何を支配するのかまだあるんですけど。だ村源さん、ちょっと そのね、新しくオープンする、はい、スカイシアター MBS についてちょっと教えてもらおうと。はい。いうわけなんですよ。よろしくお願いします。お願いします。これは劇場ですから、はい、お芝居をするさ、見られるところということですか？はい。基本的には、まあ演劇なんですけれども、この劇場はもうどんなことにも対応できるように作っておりますんで、ライブ、音楽のライブであったりとか、はい、あとは落語とか、はい、他にもいろんなことにも全部対応できます。演劇も普通の会話するお芝居から、ミュージカルから、もう何からいろいろと。紙芝居とかは紙芝居も全然できます。すごいキャパなんです、はい、キャパは、キャパは1280人。1200人ではちょっと紙芝居見にくいな。でも、1300ぐらいって言ったら、大きな劇場だ。大阪で言ったら、森の宮のピロティホール、はい、あれが1000ちょっとぐらい。はいはいはい。そうだね。そこに300ちょっとぐらいの感じ。そんな大きい胸張って言うたで。しかもものすごい便利なところにできるんですよ。駅前やで。駅前ですよ。だからもともと、それこそさっき大月さんが言ってくれたみたいに、大阪中央郵便局がありました。あそこです。だから本当に。なので、JR の大阪駅から西改札っていうのができまして、そこから歩いてもう1分もしないぐらいで、その、入ってるビルに入って、そのままエレベーター乗って、行ったら、もうすぐです。雨に濡れずに。濡れずに。はい、JR も、地下鉄も、阪神も。だから、いろんな鉄道で、最寄りの駅が7つぐらいあるんです。うわ言ってるね、試合に。一等地ですよ。一等地です。一等地、これね、すごいビルが建つんですよ。何階建てやったかな？JP タワー大阪で。あ、JP タワー。と大阪で、ホテルもついてて39階ぐらいだったので、はい。そこにできるわけなんですよ。やりましたな、MBS。いや、本当にね、頑張りましたよね。もともとはシアターブラバという劇場が、今、大阪城ホールの向かいに、今、読売テレビが立ってる場所。そうなんです。読売テレビさんが今、どんどんそこにね、そこを一回閉めた後に、読売テレビがドーンと、何が立つんやろうと思ってたら、みたいな。立ちまして。立ちまして。みんなで各局取り合いしてるんですか？一等地で。で、その後、まあ劇場をしたいっていう思いがすごく強くて、いろんな場所を探しながら、やっとご縁いただいたのが、そこの
一等地。いやでも一番いいとこですよ。来るべき時が来たみたいな ね感じですよね。いやでもすごいでしょ、まあ、劇場も特徴あるというか、いろいろ音響もそうですし、客席もすごいこだわってるんですよ。今もう今やからこそできてるというぐらいのね、最新のものを使ってますんで。映像設備とかもね。だから僕らはあの、まあ、家賃を払ってその、うん、JP タワー大阪というビルの中に劇場を開かせていただいてるんですよ。で、高いやろね、家賃がね。家賃はまあそこそこ。だから来てください。だから皆さん、はい、お待ちしております。してます。でもその時にもう好きなように作ってくださいって言われたので、あのそれこそさその前の劇場のこうだったらいいなって思うところを、はい、もうわがままをこう言う放題言う放題したら。すごくいいものができた。もう行き早く本当にだから。それいつから見られんの？3月の一番最初は何をやるの？3月、これね、こけら落とし公演でよう言いますけども、うんうん、それが結構ね、うち長くやります。はい。3月の27日。はい。3月27日も書いとこう。はい。27日から、あの、藤原竜也さん。中村中蔵。はい。歌舞伎王国下克上異聞というですね、伝説の歌舞伎役者を主人公にした演劇を。藤原竜也さんですよ。もう押しかけるでしょ、みんな。で、これ、あの、え、中村中蔵、その、歌舞伎ではないんですよね。歌舞伎。歌舞伎ではなくて、その歌舞伎役者を主人公にしたお芝居。お芝居。で、結構この中村中蔵っていう人は、すごく伝説の歌舞伎役者で。実際やった人ですよね。そうですよ。だから落語にもなってたりとか、この間、あの、神田伯山さんが講談にしたりとかっていうのあるんですけど、で、ドラマにもなったりとかしてたんですが、それが今度お芝居に。市原隼人さんとか、ね、そうですよ、はい、すごーい。だからあれですよ、歌舞伎役者の方は全然出てなくて、でも江戸時代の歌舞伎の世界をやる。だから藤原竜也さん、市原隼人さんに、あのあれです、高島正宏さんとか、こうね、こういう方たちが。高島さんね。はい、江戸歌舞伎界、どん底から大スターへと駆け上がった男の痛快出世物語。はい、高島正宏さんは團十郎ですよ。はい、なので。すごい。それが3月27日、はい、から公開しまして、はい、でその後はまた、第2弾はブロードウェイミュージカル。ブロードウェイミュージカル。カムフロムアウェイというですね。カムフロムアウェイ。知ってますか野村さん、やっぱりブロードウェイ。ニューヨークで。おそうですよ。大手ます、大手ます、そこまでは。ましたよね。ましたよ。ましたよ。これは、まあ、あの、何でしょうね、9.11 の、あの、はい、同時多発テロの時を舞台にしてるんですけども、その時に、もう飛行機が、あの事件が起こったんで、はい、降りる場所がないと、ニューヨークの方に。だからカナダのちっちゃな、島の空港に、どんどん、その、着陸していかなきゃいけない。そしたらそこの町のっていうか村の人たちは、そんないっぱいの観光客とかお客さんを迎えたことがないから、だけどどんどん飛行機を降りてきて、何百人っていう人がその小さな村に、とどまることになってしまう。で、どうやってそれを迎えたらいいのかっていうので、てんやわんやになるっていうのを、この9.11 っていうのを背景にしてるんですけども、すごく明るく前向きな、あのミュージカルにして。今の話だけでも面白いね。しかもこれは、ブロードウェイミュージカルなんですけども、オール日本人キャストに、オール日本キャストにして。わかりやすい。わかりやすい。はい、ね、うん。で、そこがもう12人の出演者の皆さんが、何役もやって、延べ100役ぐらいをこう、入れ替わり立ち替わり、どんどん歌い演技をしながらやっていく。で、その12人の人たちも皆さん、あれです。日本のミュージカル界を背負うような、もうそれぞれ主役張るような12人だという、素晴らしいオールスターキャストっていう。日本初上演決定、豪華キャストが集結、9.11 あの日世界は止まった、9.1 にある小さな町で起きた奇跡。この物語は私たちに世界に希望を与えた。うわぁ、見たい見たい。これいいです。いやぁ、これが、4月の4日。はい、4日から。うんはい、うわぁ、続きますね。すごいね。はい、あのね、なんかオープニングシリーズでね、あの、1年ぐらいやるみたいです。もうそう、こけら落としのシリーズということで、もうどん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 こう豪華な。で、これの後は、シェイクスピアです。
うわシェイクスピア、リア王。リア王、はい、ちゃんと見てみたい。リア王やります。はい、素晴らしい。これはもう、次から次いろんなものが見られるということでね、ここで。うん、はい、そうです。グラゲンさんはお好きって言ってるから、もうウホウホですよね。ウホウホですよ。楽しくてしょうがない。嬉しくてしょうがない。よかったね。ありがとうございます。見られるわ。いいお仕事に疲れて。はい、わあ、そうですよね。だって、同じ劇場に、まあ、もちろん事務所があるわけですよ、劇場の事務所は。で、ちょっと離れたところに、もう楽屋が、って舞台があるじゃないですか。だからもう憧れの役者さんとか演員さんに嫌だ。もう支配人。支配人。いやでもそういう人が作る劇場は絶対いい劇場になる。そうなんですよ。村元さんが支配人でほんまに良かったなと思います。それを好きっていう方が作ってこその。楽しさをちゃんと伝えられる人。そこですそこです。細かいとこにも多分気が届かれるんじゃないですかね。今ね MBS ラジオで毎週月曜日の夜9時45分からね、あの空飛ぶ劇団ラジオっていう番組があるんですけど、はい、それも、まあ、村元さんが出て、うん、このスカイシアター MBS だけじゃなくて、いろんな公演の、うん、まあ、話、もう大好きやから、演劇の、そのお芝居とかの話をいっぱいしてるんでね、夜の9時夜9時45分ですけど、これ、もう寝てるわ。いや、もうラジコでもうタイムフリーで聞けるし、はい、めちゃめちゃ面白いんですよ、この番組。そうなん？いや、聞く聞く。聞いてください。いや、もうほんま皆さん絶対劇場行きたくなるから。これやっぱチケットはまだまだ、はい、はい、大丈夫です。もう今もう買えるんですか。あのまだあの今先行発売とかいろいろやってますんで、どん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 あの売っていきますんで、はい、まあ、詳しくはスカイシアター MBS のホームページもね、はい、ありますんでチェックしてください、はい、どうですか。いやいや、これからなんかすごい楽しみなところができたなって言って、そうでしょう。2024年、ね、そう大阪でね、こんななんか楽しい場所がオープンするっていうのはなんかワクワクするでしょ。ワクワクします、はい、嬉しいです。本当に皆さん来ていただきたい、ね、行きます。なんかあれですよ、会社の中でいつも裏で、うん、お前一番しなんか幸せそうな顔してるとか言われるんですけど、いやもともと幸せそうな顔幸せ顔やけどね。幸せ顔ありがとうございますもう、はい、いやでも今までの仕事のその蓄積とか、うん、その積み重ねがまさにこれね、このスカイシアター MBS に詰まっていきますんで、楽しみです、ね、僕らも応援したいと思います、ね、ありがとうございます。もちろんぜひこのね、いろんなあの情報を、ね、あの僕らの番組にも寄せてください、うん、いや頑張ってください。ありがとうございます。ということで、来年3月にいよいよオープンします、うん、スカイシアター MBS 支配人の村田はじめに来てもらいました。ありがとうございました。ありがとうございました。皆様のご愛顧何卒よろしくお願いいたします。以上、聞き逃さんデーのコーナーでした。ノブリンの熱々夫婦 AM1179FM906MBS ラジオからお送りしています。さあではここでのぶりんあのねのコーナーに行ってみたいと思います、はい、今日は神戸市にお住まいのラジオネーム来年は健康祈願さんからいただきました。男性の方です。のぶりんあのね、うん、お二人は今年どんな一年でしたか。おー、私は感情が上がったり下がったり、ジェットコースターのような一年でした、うん、年明けから初詣の帰りに階段から落ちて腕の骨折4月には娘が結婚しました。報告の挨拶に来た時は腕はまだギブスを巻いていました。あら、10月にはゴルフ中にちょっと走ったら肉離れをしました。今月12月には3年前に結婚した息子に子供が生まれ、おじいちゃんになりました。おめでとうございます。いいことも悪いこともいろいろあった一年でしたが、トータルすると良い一年でした。いただきました。いやもう今日で終わりですもんね、今年。そうやね。うん、信郎さんは、ね、すごい年でしたね。今年はね、ほんまにね、一年経つのが早かった。そうですか。うん、おかげさんでね、うん、今年、あのねのね、デビュー50周年ということで、はい、うん、コンサートも全国7カ所。ね、回られましたね。回りましたからね。はい。ほいで、まあ、コンサートをたくさんやったりとか、うん、
それとか、書道展もやりましたし。そうですよね。ね。この前東京でされたし。東京でもやりました。いや、もうなんか。だからね、もう本当になんか、充実した一年でしたね。楽しかったですか？楽しかったね。よかった。でも、72になって、こんなに働かなあかんかって思いましたけど。まあでも、ファンの人にいっぱい会えた年だったんじゃないですか。ああ、そうですよね。ね、久しぶり。ファンの人とかね、友達とかにもね、いっぱい来てくれました。コンサートにも、書道展にも来てくれましたしね。ねえ、すごい年でした、ね。再会の年かな。あ、なるほどね。いろんな意味で。だから皆さんも、嬉しかったと思いますよ、信郎さんに。そうですか、ね。会えてね。それだったらいいですけどね。いい歳で。どうですか、信子ちゃんはどうだったんですか。私はね、そうですね。一番大きかったのは、私も春に息子が結婚しまして。おめでとうございます。家族が、嫁が増えまして。嫁が増えてね。可愛い家。嫁が増えた。嫁は一人、息子に一人で。あ、まだ一回目なんね。いや。できたら一回一人でいいかななんて思ってます。そうですね、僕の周り何回もしてる人が多いんで。増えていくわけです。そうなんです。できたらもうその一人でいいかなと思ってるんですけど。そうですよね。いや、それがあったのが一番嬉しかったし、でもやっぱり義理の母が亡くなるってこともあったし、やっぱ両方あったけど、そうね。でもまあ、家族がね、その都度こう力を合わせてというか、そういう行事があると家族が結集、うちバラバラなんで普段は。あ、普段はね。結集するのが、いや、家族はいいなと思いましたね。家族はいいよね。まあ、いいだから私もいい一年でしたよ。あ、いい、よかったね。はい。本当にね。はい。さあ、来年もね、来年もね、年にしましょうね。辰の年ですから。辰年やからね。木の枝の辰ってすごいいいらしいですよね。あ、そうなん？そのスタートしたり、こう、勢いつけていく。らしいですよ。うわ、いい年にしたいですね。いい年にしたい、いい年になりますよね。いや、本当に今年一年ね、皆さんありがとうございました。本当にありがとうございました。また来年も聞いてくださいね。ね、来年も一緒にいろんな時間過ごせたらいいですね。よろしくお願いします。皆さんにとってもいい年でありますように。はい、お祈りしております、はい、ということでそろそろお時間です。お時間でございますね、来年も、私のウフフのコーナー、はい、面白いエピソードをお送りください。お待ちしております。のぶりんの書特製ストラップ、可愛らしいのを引き続きプレゼントでございます。思い出夫婦の方ですね、はい、人生の思い出にまつわる曲のリクエストです。こちらはお肉を、はい、狙ってください、はい、お待ちしております。お待ちしています。それでは、はい、皆様良いお年を。さよな ら。この番組はバリューネットワーク生豆腐の藤田食品の提供でお送りしました。最高、みんな準備はいいか、愛言葉は、愛言葉は、愛言葉は、猫ニャンニャンニャ、犬ワンワンワン、カエルもアヒルもガーガーガー、これで全部か、みんな揃ったか、他にいないか、サルキャッキャッキャ、ヘビニョロニョロニョロ、ジャイアントババもオープン。